こんにちは。これ私がタイトルコールしてる、はい、どっちでもいいんじゃないですかね。はい。キャラフル体験ライブ放送、はい、31回目イエーイ。31回目やってんのになんだこれ。こけちゃいましたね。慣れ前の声こったこうです。お願いします。イエーイ。はい、昭和学園卒業 OG 辻倉弥生です。よろしくお願いします。今日は初めまして、ゆずかと申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日もですね、毎度おなじみ道玄坂カフェ渋谷の道玄坂カフェから通常営業中にやってます。強調しましたね。通常営業なので、もうのお客様とかね、いらっしゃったりしますけど、でなんで途中でカメラマンの店長さんがいなくなりますけど、気にせずやっていきたいと思います。よろしくお願いします。いや、もう31回目ということで、はい、女の子を、スカウトしてまいりました。私前回までね、イヤミンだったんで。女の子な、聞けよ俺の話を。はいはいはい、すいませんね、すいません。はいはい、何ですか。だから前回までイヤミンで男臭かったけど、今回から女子でよかったね。ねえ、女の子ですよ、女の子。軽いなんか自己紹介、何やってるか。そうですね、うん、お名前はゆずかさんということですけども、はい、ちなみに何してる人ですか。あ、普段は学生をやりながら、この前もイベントの MC をさせていただいたりだとか、少し歌わせていただいたりとかさせていただいてます。ほうほうほう、はい、歌手的な。あ、どちらかというと声優師。あ、声優的な。はい、ほうほうほう、勉強中でございます。なるほど、だから可愛いんですね。よくわかるです。ありがとうございます。隣の奥さんが辻蔵が怖くてね。はい、私辻蔵と呼ばれていたりしますが、辻倉弥生と申します。はい。まあ、辻蔵でも何でもいいんですけどね。はい。というわけで、今日から初めて登録を、キャラフレというものに登録をしてもらう感じでございます。はい、はい。それで、もうすでにやってる人もいるんですが、キャラフレというのはもともと昭和学園という学校に入学して、まあ、学校で楽しみましょうっていうものなんですけれども、いきなり学園生活って言っても、そこからいろんなゲームがあったり、チュートリアルがあったりとか、ちょっとこうおってゲームやってない人にとっては、なんだか急に難しい話になってしまうっていうことが昨今ございまして、あ、はい、学園に入らなくても、見学者として登録することができるようになったので、ゆずかさんにはそれをやってもらおうという魂胆でございます。はい、はい。で、それは一般の人はできないんですよね。できます。お、一般の人はできる。できるんだ。なんだろう、このちょっと ゆずかさん隠れちゃう。はい。このあれ、これ逆になっちゃうの、左右よくわかんないけど、まあいいや。ね、ちょっと行くとこうならない。こんなチラシがあるんですけども、これ絶対見えないと思うんですけど、一番下にURL が書いてあるんですけども、 http コロンスラスラキャラフレンテラカンチャラの後ろに CC ってつけると、その見学者用の登録画面に飛びます。まあ、最近最近辻蔵のさ、ツイッターの方で質問すればいいんでしょ。そうしといて。何その3人のキャラクター。3人のキャラクターはカリシュですよ。おお、超カリシュ。ほら、超カリシュ。ほら、ゆずかちゃん隠れちゃうけど。歌と音声の担当が道玄坂カフェで遊んでる時に決まった。そう。ああ。この前ご一緒させていただいた。デビューいたしました。はい、はい。こちらね。はい。まあ、そのチラシの一番下に書いてあるということで、学校見学はこちらってなってるので、誰でも。だから今までもキャラフレ友達に紹介したんだけど、なんか、ぶっちゃけ面倒くさいって言われちゃったとかっていう人たちにはもうもってこいですね、この学校見学。はい、CC というわけで、はい、登録していきましょう。はい、早速 CC
しいし、カメラは大丈夫ですか？カメラは今は、今はこっちに向けて大丈夫です。はい、じゃあそちらに行きます。はい、キャラフレ .net の後ろにスラ CC と入れてください。はい、入れちゃいました。で、ご案内と、はい、それでこの後メールメール認証、認証へ、はい、はい、でこの後はちょっとメールアドレスを入れるので、はい、カメラさんお願いします。変えてもらって、ね、それよし、はい、じゃあ入れますね。よし、はい、でメールアドレスを入れます。はい、メールアドレスはもう何でも、自分のいつも使っているものでも、はい、いやもう使ってないと困るか。はい、はい、で、あのメールを確認するんですよね。はい、メールを確認します。はい、ちゃんと来てくれてるといいんですけど、たまに遅延することもありますね。あ、バッチリですよ。あ、バッチリですか。はい、素晴らしいですね。そうしたら、はい、で、あの来てると思うんですね、ここから登録を行ってくださいって、はい、はい、なんでそこをガッツリ映ってる。え、大変だ。喉に炭です。あ、辻倉さん。今日は辻倉さんが見切れキャラクター。辻蔵さんが潰れちゃった。メガネガッツリかけてる。オフじゃないのに。全然見てなかった。いつもとほら位置が違うからさ。まあいいや。はい。で、まあ、登録、はい、しました。はい。入力画面っていう。はい、じゃ入力画面に行ってください。はい。入力画面。はい。で、そこでパスワードやら、はい、何やら入れますね。どうしたらいいの？こうすればいいの？そうですね。それだったら全然 OK ですね。パスワードを入れて、はい。はい、持ってかな？はい。さっきまでオキオキこれだったら大丈夫だって言ってた。で、そこは、はい、あのリアルの情報を入れてください。はい、あのその生年月日とかが、はい、キャラフレナーに出ることはないの で、 あ、そうなんですね。はい、本当の情報を入れておかないと、例えばパスワードを忘れた時の問い合わせの時に、あの必要になるので、めちゃくちゃなことを入れると、そうですね、はい、もう取り返しのつかないことになります。なのでそこはリアル情報を入れてください。了解です。利用規約も読みます。はい、読んだ感じにして、あ、読んだ感じにして、同意して確認。お、これで登録でいいんですかね。もう一回は一応見てもらって、はい、はい、でこっちの画面にしてもよろしいか。まあちょっと待ってください。はい、じゃあ登録、登録、はい、よし、登録完了。 OK です。はい、でアバターの作成と、はい、読し、画像を読み込み中。はい、でここでキャラクターを、自分のこれから動かすキャラクターを、おー、はい、自分のこと、私、そこ一人称ですね。はい、私でも、私でも、ゆずかでも、うん、はい、ときたでも、お、俺や、それ俺や。ちなみにこの辺の、はい、はい、ちなみにこの辺のどうした？あの名前とかは後からも変えられるので、あ、そうなんですね。はい、あの今すぐ絶対これにならなくてもまあ大丈夫です。はい、ゆずか城は何、髪色が前回あった時と変わった？そうなんですよ、ちょっと明るくしちゃって。本当だ、もう会った時黒かった気がする。黒かったですね。なんか楽しくなっちゃって染めるのが。なんじゃそれ。最近のマイブームなんですよ。なんだこれ、友達未満への名前公開ルール。はい、はい、ね、それは、はい、多分全員に知らせた方がいいので、一番下の、はい、全員に名を公開。あ、了解です。はい、で恋人や親友からはっていうのは、うん、友達よりもさらに仲良くなった友達から何て呼ばれたいか、呼び捨てでもいいし、全然違う名前でもいいし、うん、時田でもいいし。なんで俺なんだよ。店長ガン押しですね。よせよ。いつもお世話になってるので。棒読みやんけ。はい、なんだよ。で、その性別っていうのは、はい、あの、ゆずかちゃんは女性なんですけど、はい、中でキャラクレとして男で生きたいか女で生きたいか。で、この男女っていうのだけは変えられないです。変えられない。一生変えられないです。一生変えられない。おそらく。了解です。はい、なので、そこだけは今日決めてほしい。男で行くのか女で行くのか。うん、じゃあせっかくなので女の子で行きます。はい、で女になってるのそのまま。はい、でそこは同級生タイプのままでとりあえずよくて。はい、で一番まあその体ですね、大中小が選びます。はい、
どうしようかな。じゃあちょっと自分に忠実に。忠実に。じゃあ身長は低めで、悲しいことに。こんな感じかな。これは肌の色ですね。肌の色。白。どの色になるかな。あー、白い、かわいい。で、その下は、うん、はい、胸の大きさ、大と小があります。夢見ますよ。で、これも、はい、ゲームを始めてから、うん、アイテムを使うと変更することができたりしますので。素敵なアイテムですね。実装されないですかね。私も欲しいな。あ、私も欲しいわ。うわって、はい、それで、はい、この隣の体の隣のこれは目。目。目は大きさと色が、色か、はい、選べます。どうしようかな。ちょっとちっちゃいから見えづらいかもなんですけど、キャラフレって結構大きく映る場面があったりするんです。そういう時に結構目立ちます。そうですね。目の大きさと色を選びます。迷っちゃうな。で、この目の大きさ、色も基本色はさっき言ったアイテムで変えることができます。ちなみにスタイルチェンジっていうスタイルチェンジ、はい、アイテムでございます。おー、うん、わー、どうしよう、決めらんない。こっちかこっち、こういうのすっごい迷っちゃうんですよ。で、さらにこの隣に髪型があります。迷っちゃう。あ、まだ戻れるんで。あ、全然大丈夫ですか、はい、こっちかな。そうそう。で、この髪型も1ページと次のページもありますので、まあ、そこから組み合わせて。で、この隣にあるのが髪の色、はい、髪の色、はい、それを組み合わせてゆずかを作り上げてください。これだけで一日終わっちゃいますよ。放送も終わっちゃいます。いやー、すいません、頑張って早く決めます。あとでまた少し変更すればいいんじゃない。はい、そうですね。したらなんか実はデフォルトの色が可愛かったりするんですよね。すっごい好みだったりとかするんで、どうしようかな。実装とかさ、デフォルトとかさ、はい、オタク結構知ってる感じ。結構結構いい感じに知ってますね。はい、バレてしまいましたね。なんか声優志望でもあるんだな。ね、はい、ね、声がめっちゃ可愛い。 ありがとうございます。どうしようかな、どうしようかな、めっちゃ悩んでる。まあでも悩む人は本当に一日悩むんだと思う、うんうん、悩んじゃいますよ。でもうどうでもいいっていう人もいるので、そういう人はもうペッ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 って、あー、ペッ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 終わっちゃう。それ俺の話か。え、そんなことは言ってないです。そのまま棒読みや。じゃあこれでいきます。はい、決まりました。そうしたら、はい、作成、作成、はい、くし、よし。なんで、え、なになに、これはどうしてこうなるの。え、終わっちゃった。え、これは想定外の出来事なんですか。ね、きっと大丈夫、きっと大丈夫。ね、多分その投稿っていうところを、はい、押してみてください。投稿、あ、一番上かな、その青っぽい緑、これだ。で、メールアドレスとパスワードを入れるので、はい、カメラマンさん、店長さん、はい、画面を、画面を、はい、OK、はい、はい、サンキューです。入れてもらって、で、わ、こうなるんだ、やったことないから知らないんで。びっくりした、辻蔵さんが超動揺してる。あのね、大事に知らないんで。はい、OK です。OK です、全然ないです、想定内です。はい、よかった。そしたら、はい、画面戻してもらって大丈夫でございます。はい、あ、びっくりした、どうしようかと思って。こんなに焦ってる辻蔵さんが初めて。鼻血出るかと思った。鼻血出る。大丈夫です、想定内です、はい、よかった。はい、それでですね、この中に入ると、はい、昭和医学園っていう学校の中に入れるんですけど、はい、今日はとりあえず、うん、修学旅行中なので、あれも、旅行行っちゃおうかなと。おお、はい、早速思います。それで、ですね、ちょっと全身、自分の全身を見てほしいんですけど、はい、顔の下のとこに、下のとこにその変なちっちゃい影みたいな、それをしてもらえますか。はい、はい、そうすると、うん、見学っていうバッジを使
つけてると思います。ああ、つけてますね。これが見学者の印になります。うん、これをつけていないと学園の中に入れません。あら。学園の中には学生さんしか入れないということになってて、見学をつけてると、うん、あ、見学者さんですね、どうぞっていう流れになるので、うん、着替えた時もその見学バッジを外さないようにお願いしたいでございます。不審者扱いされちゃうんですね。そうそうそう、なんだ、お前誰だ昨今、はい、の小学生みたいな、そうそうそう、いろいろありますもんね、というわけで、はい、こんな感じでございます。はい、はい、そうしたらじゃあこのバツ印戻ってもらって、はい、はい、で、本当は電車で今修学旅行で福島県に行っております。福島県電車で行くんですけど、うん、電車が15分とかで、しかも20分、福島に行くのに20分かかる。あ、そうなんですね。なのでちょっと遠いので、うん、はい、なんとここに2014修学旅行までボタンがおやあるんですよ。おや、そこちょっとポチッと、はい、なんでできると、なんとなんと、なんと福島にやってくる。わすごいですね。便利、便利、うん、素晴らしい、うん、という感じで、ここが、何でしたっけ、スパリゾート、うん、ハワイアンズ、お、あの有名な、そうなんです。こちらがですね、うん、今回の修学旅行の宿泊先に載っております。うん、あ、誰か来ます、誰か来た、誰か来た、どうしようどうしよう、誰か来たらですね、とりあえずは、はい、いなくなった、あ、出てた、うそ、まずですね、キャラブレはもうとにかくおしゃべりしてほしいので、はい、誰かとりあえず来たら、こんにちはなり、はい、おはようなり、こんばんはなり言ってもらえるといい人ぶれます。わかりました。じゃ、そんな感じで、はい、中に入っていきましょうか。はい、移動のボタンは、はい、この丸っこい、あ、これですね、これですね、はい、それの色がついてる方がいけばって、ああ、人が人が人が、上行きましょう、上行きましょう、上行きましょう、大丈夫ですか、スルーでいいんですね、上行きましょう、上、いや、はい、はい、で、さらに上に行きます、さらに上に、はい、お、で、そこに一番上に人がいるはずの、そこですね、これか、オープンスペース、はい、そこにちょっと行ってみてください、はい、はい、ここが、宴会場ということで、スパリゾートハワイアンズさんが提供してくれている実際の部屋です。へえ、はい、そうなんだ、はい、人がいっぱいいます。ここがオープンチャットと言いまして、うん、ここの長い四角があるじゃないですか、はい、そこにアッパソラ合わせて喋ることができます。はじめましてで、よいしょ、はぁ、あ、なんかすごいみんな喋ってて、どうしようそういうものです。はい、あの、人がいっぱいいれば、それだけダーッとみんな喋ります。はい、はい、ですよね。最初のうちは目が回ると思いますが、はい、まあ、みんなのこう読みつつ、はい、はい、こんにちはと言っておけば大丈夫です。はい、はい、ああ、見ていただいてる、ありがたい。はい、今放送ユーストリームで、はい、はい、やっておりますので、よかったら、はい、で、今はもう見れないという方は、はい、なんか、なんだっけ、ショーエー TV っていうところから見れますので、後ほどと。はい、はい、よかった、ちゃんと登録できて人に会えた。はい、よかったです。これで寂しくないっすね。あ、どんどん流れちゃう。ちなみに、ここに人数が出てます。これが今その場にいる人たちでございます。13人、あ、デュクシ流行っちゃった、流行らして、いきなり流行らして、やったデュクシで、はい、ここが今回の宿泊所というか、うん、拠点ですね、修学旅行の、ほう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 、はい、で、ここが泊まれるお部屋とか、オープンスペースになっていて、さ、この隣に行くと、スパ、スパがございます、プールですね、いいな、はい、なんか5つのところをすごく開放させてもらって、もう、で、そこは水着がないと、残念ながら入れないということになっておりますので、お留守番ですかね、あ、そっか、今、うん、リクルートさん入ったばっかりだから、そうですね、あのそうですね、うん、まあ、そういう時はあの、うん、誰かにもらうなり、いや、そういうこと言っちゃいけないですね、もらう、はい、まあ、
そのうち買いに行ったりとか、はい、はい、できたらなと、はい、思います。水着な、慣れる、慣れる、水着、水着の、ね、投げる、バレる、あ、そう、多分その投げるというのは、はい、あの渡す、あ、なんていうのか、こうブレゼントする、そう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 バトル始まっちゃうのかなって思って、バトルはですね、ちなみにこの2つ下のイベント会場で枕投げっていうイベント会場があって、そこでは枕を、投げられます。はい、そんなこともできる修学旅行、楽しそう。この枕投げはもう毎年やっていて、もう恒例になっているようでございます。そうなんですね。なのでもし機会があったら、修学旅行が日曜日の23時まで、23時までなので、そこでもし、また遊びにカラフル入れたら、やってください。了解です。結構楽しいですよ。あれこれ、剣士ですよ。剣道って書いてるかってことは、普通のアバですか？あ、普通のですよね。普通です。うん、見学者は普通、今、見学、関係者、なんかいるんですよ。なんかいる。なんかあと、あの道玄坂カフェの店長さんとかもそうなんですけど、なんていうかな、見学者さんは学生と同じ容姿なんですけど、時田店長とかって大人設定なんですよ。あ、だからちょっとだけ、顔の作りが違うんですよ。へえ、はい、なんですけど見学者さんは学生さんと同じです、はい、同じです。だから皆さんと一緒です。おお、はい、だから皆さんと同じように着替えもできますし、へー、はい、大丈夫でございます。あ、枕投げ、あ、しましょうしましょう、握手しましょう、枕投げ、負けませんよ。わかんないけど。枕投げすると、はい、今回コラボ品がいっぱいあるんですけども、はい、それのアイテムとか、スパリスボートハワイアンズさんのクッキーがもらえたりとか、クッキー、そうそう、いろいろあるんで、本当時間があったらぜひやっていただきたい。欲しいしね。あ、そうなんです。え、侵入性詐欺がいる。侵入性詐欺、あ、もうそういうのは大丈夫ですよ、ほっといても。ああ、なるほど、ギュクシギュクシ。そこそこみんな楽しんでるだけなんで大丈夫です。うん、あ、結構いますな。わあ、なんか嬉しい、人がたくさん。ちなみにこの一番今こっち側端っこにいる人が着ている服が昭和医学園の女子の制服です、ね。はい、可愛い。あとはみんな私服ですね。クッキー、でさっき多分、はい、まあ、本当に投げてる人がいるかどうかわからないんですけど、はい、のアイテムっていうところがあるじゃないですか、はい、そこをちょっと開いてみてください。そこが自分 の、 あの持ち物になっております、うん、あ、そうなんですね。そうなんですね。で今は、まあ、髪型とお洋服を持っている状態だと、うん、ほうほう、あ、何かもらったり自分で買ったりするとそこに溜まっていきます。そんな感じ。そうですね。うわ、洋服めっちゃ買いたいですね。絶対で今回、まあ、有料と無料と大きく分けてあるんですけど、有料と言われてるのはコイン。コイン、はい。で無料はチケット。チケットとなっていて、あ、その青いところの、はい、下の方にコインとチケットっていうのがあると思います。はい。はい、チケットは最初にちょっとだけこうお小遣いで、あるので、それでやることがちょっとやりくりしつつ、はい、できますですよ、はい。でそのチケットで買えるものも今回いっぱいあるんですよ。コラボレーションの T シャツですとか、 T シャツ、はいはい、いろいろあるのでぜひお土産に、福島のお土産に買ってっていただけると、そうですね、ぜひぜひ、うん。で、まあ、これで無事に登録ができましたので、はい、第31回目の放送はこれで1回終了して、はい、32回目で実際に旅行へ行ってみようと思うんですけど、はい、ですね、もう全ての地区開放してるんですが、でここがいわき、いわき、あと郡山、郡山、あと安土桃山じゃなくて、なんだっけ、会津若松、会津若松、そうそう、はい、よくわかりましたね。私昔住んでたんですよ、3年間。そうなんですよ。じゃあそっち行きます？あ、ちょっと気になります。じゃあ、はい、会津若松行こう。はい、やった。そしたら、一応電車に乗って行こうかな、うん、せっかくなので。はい。そしたら、32回目の時は、
会津若松のホームで、うん、ホーム電車で行くのでホームで待ち合わせしましょう。あ、皆さんよかったら、うん、ホームに来てください。すごい。会津若松行きのホーム、うん、間違って郡山の方に行かないように、まあ、バナーで飛んじゃってもいいんですけど、うん、せっかくだから電車で行きましょう、うんうん、はい。なんかすごい皆さんすごく優しくてすごいたくさんお話しかけてくださってて、すごい全部拾えなかった方のも申し訳ない。大丈夫です。おしゃべりしたい。女子が好きなんで。というわけで1回これで終了して、はい、30分からでもいいですか。でいいですかね。じゃあ30分に、はい、ホームに集合ということで、それで35分の電車、あ、市街地がなんかね、すぐ来るんだこの電車。へえ、すごい。駆け込み乗車ができるので。駆け込み乗車どうしよう、ホームだとうまくいかないかな。いや、わからん、わかんないよね。そしたら、いわきの駅にしよう。いわきの駅、うん、いわきの駅前にしよう。その方が確実です。すいません、いわきの駅で。そうです。お願いします。はい、というわけでこれで、キャラフレ体験ライブ放送31回目を終了したいと思います。はい、バイバーイ。